皆さん、こんにちは。元気なお返事ありがとうございます。ただいま紹介していただきました兵庫県警察音楽隊です。さあ、これからしばらくの間私たちの演奏をお楽しみください。それでは改めまして指揮者を紹介しましょう。学長松浦春信です。申し遅れましたが、私は本日の司会を担当します。カラーガード隊ホップスの矢部と申します。どうぞよろしくお願いします。それでは早速1曲目に参りましょう。1曲目はカラーガード隊ホップスのポンポンを使った華やかな演技をお送りしましょう。私たち音楽隊は皆さんが犯罪や災害、交通事故などの被害に遭わないように演奏に合わせ各種広報を行っています。今日の演奏を通じて学んだことを伝え、つなげてほしいとの思いでポンポン演技の最後にメッセージを作ります。ぜひメッセージにも注目してご覧ください。曲はテレビアニメ鈴宮春妃の憂鬱のエンディング曲、ハレハレ愉快です。どうぞ。Thank you.
看板を演奏しました。さて皆さん、童謡どんぐりころころはご存知ですよね。次は皆さんの交通安全を願って、この曲を交通安全の歌詞に変え、楽しくお送りします。それではどんぐりころころの音楽に乗せて、みんなの交通安全です。どうぞ。
兵庫県警察音楽隊の演奏は駅伝最後の曲となりました。最後は西城秀樹さんのカバーによるヤングマンとして幅広い世代で知られている YMCA をホップスの演技とともにお送りします。曲の途中で交通に関するお知らせもありますので注目してお聴きください。それではどうぞ。
まだ一緒にないですよね。アンコールのお声ありがとうございます。アンコールはジャンボリミッキーを演奏したいと思います。小さいお友達、ぜひよかったら私たちと一緒に踊りませんか？一緒にジャンボリミッキー踊ってくれるお友達